はい、こんばんは。こんばんは。火曜日の8時半になりました。新潟ポンデリング、66回ね、並びゾロ目が出ましたが66回目になりました。さあ今日もですね、素敵な方にお越しいただいていろいろお話を伺っていこうかと思っております。先週のですね、戸田良平さんからご紹介いただきまして、今日お越しいただきましたのはこの方でございます。それではカメラに向かって自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、新潟大学教育学部学習社会ネットワーク課程の小川貴博です。いらっしゃいませさあいきなりですが小川さん、はい、今大学の4年生、はい、ということはもうすでに就職活動は終わっていると。はい、終わりました。あ、なんかその晴れ晴れとした顔を見ると、はい、もう決定していてもあとは卒業待つのみと。そうですね、卒業論文を書き終わったのであと2ヶ月間2月3月は遊びっぱなしですいいもう卒業論文大変だったでしょ。でも卒業論文、そうです、結構やっぱ大変でしたね。どれくらいかかりました、卒論を完成させるのに。やっぱり、他の教授よりも、うん、その先生が2万字ぐらい書くのを多く要求してきたので。2万字はい、だから他 の, があの人たちは2万字でいいところを4万字書かないといけなかったんで、うん2倍大変でした。もうあれだね。なんか本格のと同じぐらいですか。小川さんはその卒論の題材としては何をお選びになったんでございましょうか。僕は就職活動とかもいろいろしてたので、うん、中国と日本のそのグローバル企業とグローバル人材について。グローバル企業とグローバル人材について。へえ。全然わからない。中国っていうのは、学習社会ネットワークでは、その中国語っていうのは、はい、特にその、取り立てて勉強する科目ではないんでしょ？そうですね。必修ではないんですけど、うん、一部の教授の方たちが結構中国の大学の先生たちと交流を持っていて、うん、結構学習社会ネットワーク課程で、うん、中国の大学に交換留学に行くことが多いです。ああ、そうだ。戸田さんは韓国だった。はい。で、中国にもやっぱり行ったっていうね、話を先週されてましたけど、はい、同じように小川さんも中国に行った。そうですね。毎年、1週間中国の、大学、日本の先生たちと一緒に中国に行くイベントがあって、それに毎年行ってるのと、あと1年半中国に留学に。行ってました。1年半、はい、また長きにわたる、はい、1年半も、はい、普通1年とかね半年とか。そうです、ね、その向こうのほら学科って4月から始まって3月で終わりなの、中国は。向こうは6月に、あ、9月に始まって、うんうんうん、6月に卒業式なんで。っていうとやっぱり向こうですね、はい、欧米と一緒という形ですね。そうですね、はい、そうすると、まるまる半分多く留学されてたってことですよね。はい。それは何な、なんか理由があるんですか？1年半というその、半は。2カ所、中国に、交換留学先があって、うんうん、最初に南の珠海というところに1年間、っていうことで、留学に行ったんですけど、はい、もうちょっと行きたいなってことで、半年間、半年伸ばしちゃった。北京の方に行きたいってことで、うん、延長して。すっげえ。じゃあもう中国語なんかペラペラでしょ。喋れます。この自信を持って喋れます、ね。その中国語ができるというのは、はい、その小川さんの就職活動にはだいぶ貢献しました。貢献というかいい素材になった。そうですね、やっぱり中国語喋れるっていうのもすごく、うん、評価していただいたんですけど、うん、中国に1年半行ってたってことで経験もすごく評価してもらって、はい、へえ、なんか伺ったところによると、はい、なんか、すごい職場に入られるということで。はい。それじゃあですね、はい、早速今日は写真を見ながら、いろいろなお話を聞いていきたいと思うんですが、はい、じゃあまず最初の写真から出してみようと思いますが、ドンとこちらに出てまいりましたが、おこれはね、わかりますよ、これ。はい。うん。これあれでしょ、万里の長城ってやつでしょ。はい、そうです。ね、ここ行きました。行きました。どんな感じですか？やっぱりすっごい、長いっていうのは聞いてたんですけど、うんうんうん、思った以上の10倍ぐらい長いですね。全部歩くの？全部ある、入るときに、ちょうど真ん中ぐらいから入って、うん、両側にどっちか好きな方に行けるって感じなんで、行けるとしても半分ぐらい。半分ぐらい。どれぐらいかかるんですか？その半分を制覇するには。
半分制覇したことないんですけど、実際途中で疲れて帰ってきて、あの先生たちお茶飲むっていうのが。なるほど、なるほど。まあ、もう、万里の長城で一番これすごいなと感じたのはどんなところ？万里の長城一番すごいなと思ったのは、やっぱり、長さもすごいんですけど、うん、高度もすごくて、本当、ほうほうほう、角度80メートル、80度ぐらいのとこがあって、もう手で登っていくみたいな。この坂が80度ぐらいの角度のところがある、はいはい、そうです。平坦じゃなくて、うん、起伏があるから、はい、80度って登れないじゃない。もう本当に足じゃ登れないです。手も使って登っていくみたいなところもあって、うん、へえ、なんかあれだね、ボルダリングみたいな感じになって、サバイバル。階段とかはついてないでしょ。段差は一応あるんですけど、うん、結構ボロボロだったりするんで、あ、ちょっと怖いです。いや、行ってみたいと思うんだけど、はい、でもやっぱ中国はね、近いんだけど、はい、やっぱりね、言葉の壁が怖くてですね、行けないんだよね。ね、最初どうでした？中国語は、まあ日本で勉強してたと思うんですけど、いや、していかない。していかないで、いきなり行ったの？はい。チャレンジャーですよ。何そのチャレンジ精神はどこから来たんだ、一体。いや、ちょっと、若気の至りで。中国語喋れないのにね、いきなり渡ったでしょ。生活とか大丈夫でした？生活は、すごく辛かった。最初はやっぱ、1ヶ月、うんうん、2ヶ月目は全く喋れなかったので、本当、英語も僕あんまり得意じゃないんですけど、うんうん、中学生英語で、うん、会話してて、やっぱ大変でしたね。なるほど、最初は英語で。はい、で、相手の言ってることが、まあ、聞き取れるようになってきたあたりから、中国語にどんどん上がっていったと。はい、どれぐらいから喋れるようになったの、向こう行って。向こう行って、2ヶ月ぐらい、3月から行ってたんですけど、うん、5月中旬ぐらいから、へ、何言ってるかわかるって感じに。ああ、そこそこ、はい。やっぱり、あれだね、そこの場所に行かないとなかなか語学っていうのは、難しいところありますかね。そうですね。それでもう中国語は今ペラペラと。はい。さあ、それじゃあ次の写真をちょっと拝見したいと思うんですが、ドン！だ、出てきました。これは何ですか？これは留学とは違って、さっき一回言ったんですけど、訪中活動って言って、はい、学科の希望者と、うん、先生と一部の教授の方たちと一緒に、はい、中国に1週間滞在するっていう。じゃあこれ写ってるのは、はい、日本の新大の学生さんと、はい、ということですね。向こうの学生さんもおられるのかな、この中には。向こうの学生は、うん、ここはいないですね、観光なので。はい、なるほど、なるほど。ただ、交流する時間とかもあったりするので。はい、ここ場所はどこですか？ここは中国の、珠海の近くの観光名所なんですけど。うん、珠海は広東省の、あ、関東一部。はい、あ、辛いとこね。広東省辛くないかもしれないです。広東省は、四川か。四川は辛い。四川は辛いんだ、はい。関東はどっちかというと。関東省は、ヤムチャっていう、はい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 、お茶を飲みつつ、なんかシューマイとか食べるみたいな。ああ、なるほど。そうか、そうか、はい。中国料理も知らないんだな、ね、はい、まずいな、これ。ちょっと一生懸命勉強しないとな。それでこの観光名所なんか回りながら、はい、その大学のプログラムとして、そういう。そうですね、一応単位も出たりとかして。え、あ、単位が出るの、はい、向こう行くと。先生、日本でもいろいろ準備があったりとかして、うんうん、で、半年間準備して、二つあって、小学校で、中国の小学生に授業をするのと、はいはいはい、あと、日本の文化について、うん、中国の大学生に授業をするのと。ああ。毎晩宴会とかがあったり。いいんかい、いいんかい。ここで言っていいんかい。毎晩宴会がある。はい、やむちゃで宴会。はい。やむちゃで宴会。小川さん、お酒好き？大好きです。うわ。日本では飲めなかったんですけど、うん、大学2年生から中国に行って、飲めるようになりました。それは中国料理のなせる技？やっぱり中国のその辛い食べ物がすごい好きで、辛いと進んじゃいますよね。わかります。はい。それ、ものすごくよくわかります。はい。さあ、それでは次の写真ですが、はい、ボン！出てきまい！あ、これはあれですな、その大学の、ゼミで行った時のやつですか？これはまた違って、今年の夏に、韓国に2週間、あらま。留学に、短期留学なんですけど、行ってきて、うん、その時の、クラスの写真ですね。へー、あ、そうかそうか。いろんな、まあ、いろんな方がおられますよね。そうですね。いろんな方がおられるって言うんだけどさ。今度は2週間で韓国に。韓国に。すごいなぁ。じゃあもう2カ国。
制覇。そうです、2カ国行ってきました。実は2カ国じゃなかったですね、はい、ちょっとあの行き帰りにどっか寄ってきたりとかしてたりとか。どうでした韓国は。韓国は、うん、あの料理がすごく美味しかったですやっぱり。あの戸田さんの時も話があったんだけど、はい、まあ、韓国のさ料理ってねすごいじゃないですか、キムチが ね、はい、ね、どうでした、あれ大丈夫だった、キムチ酸っぱいっていう話が。僕も結構あの中国で慣らしてきたんで、あの辛いもの大丈夫かなと思ったんですけど、うん、やっぱ韓国の辛さって別次元。あ、そうですね、すごく辛かったです。それではその次の写真ですが、ドン出てきました。あ、これはどっちだろう、韓国、中国。これ実はまず最初に日本なんです。はい、新潟の。新潟なんですか、はい、これ。これ、あの、担々麺屋さんなんですけど、あの、はいはいはい。新潟大学の前にもありますもんね。はい。あ、これ、あの、そこじゃなくて、担々麺を作ってくれるお店で、うん。一番辛いやつを頼んで、お店で。うん。まあ、見るからにね、はい、これ人の食べ物ではないような気がするんでね。ねえ、これトマトペーストならわかるんだけど、これトマトじゃないですもんね。唐辛子、もう完璧な唐辛子色ですもんね、はい。これどこにあるお店？エビステイっていうお店なんですけど。エビステイ、はい、チェック、エビステイ。これ食べた？食べました、食べきりました。完食？はい。なんか金一封とか出ました？金一封は出なかったんですけど。率直な感想よ。この後何食べても辛かったですよ、うん。まあ、この後アイス食べたんですけど、うん、アイスガリガリ君の辛かった。お腹大丈夫でした？いや、お腹は2、3日はやっぱり調子悪かったです。でしょ？いや、僕も辛いもの好きなんで、担々麺とかね、よく食べるんですけど、3日ぐらいはね、そうだな、お食事中の方すいません、ウォシュレットがね、ウォシュレットがね、当たっただけでもね、ヒッとかいう声が出るでしょ。出ない、攻撃されますよね。うん、なんかね、普段は全然平気なんだけど、ヒッてこうね、ちょっとこう腰が浮くような感じになりますよね。でもこれ挑戦してみたいな。もう一回、お名前を。エビステイ。エビステイ。っていうところです。あ、ちなみにお値段は？お値段これが1080円。お、1080円。やっぱこれだけ、はい、スパイス入れたらそれは高いわね。はい。挑戦してみたい担々麺ですけども、はい、勧められる？みんなに。そう、これはちょっと勧められないですけど、うん、他に、十何種類担々麺があって、うんうん、その担々麺全部どれも美味しいんで、ぜひ担々麺食べたかったらいいです、ね、エビステ、はい、はい、挑戦してみたい。はい、じゃあ次の写真お願いします。ドン、じゃあ、これもまたなんか辛そうなの並んでますけど、これは韓国の市場で買った。キムチ市場ですね。はい、いろんな種類ありますね。韓国ってその飲み屋とかに行っても、うん、キムチとか あのおつまみが無料で食べ放題なんですよ、うん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 、だから、うん、めっちゃ食べました。やっぱりあんまりお金も持っていかなかったんで。いやいやいや、もう学生にとっては嬉しい街ですな、韓国は。ねえ、キムチだけでご飯食べるっていう。え、さ、白米だけ頼んで、はい、そのキムチだけで飯食ってるやつとか、そんなにいないか。いや、さすがにいなかったですけど。ね、はい、それでは次の写真です。ドン！だったった、これは。これが中国の四川料理ですね。うん。はい、中国の四川料理っていうと、やっぱ山椒の辛さみたいなのはあるんですか？唐辛子だけじゃなくて。四川はやっぱ唐辛子の辛さですね。はい。これは何料理名は？これは、水煮牛肉って言って、うん、この中に牛肉が入ってて、牛肉を食べる。食べるんだけど、はい、なんか、てっさ、牛肉食べるっていうか、唐辛子食ってるみたいな感じ。唐辛子は食べないんですよ、これは。食べないんだ。はい。中にある肉だけを食べる。辛さ抜群で、これも汗止まらなくて、うわービールも止まらない。あ、でも美味しそうでね、俺も辛いの好きだからぜひ挑戦したい感じですが、さあ次のお写真はドンピッカッカ。これは、これも何料理？これも中国料理なんですけど、うん、これはなんか懐石みたいな感じじゃない？そうですね、円卓で、中国の先生におごってもらった。これも辛い料理。これがですね、中国留学中の日々宴会っていうやつの、はい、一つのショットでございますね。でもなんかこういうの並べられたらさ、なんかそのやっぱり食べ過ぎるよね。そうですね。うん。ねえ。これ授業中なんですよ。はい。ちょっと待ってください。中国の先生に、うん、中国の文化を学びに行くぞって言われて。で、連れてかれた。みんなで行ったら、あって、で、もちろん、午前中の授業だったんですけど、うん、お酒も用意されていて、
いいな、これが中国の食文化だってことで宴会が始まりました。それね、多分ね、教授が行きたかったね。よくあるんだそういうの、うん、今日どうしても焼き見に行きたいから課外授業だから連れてったりする人とかね、まあたまに行きますけど。美味しそう。じゃあ次の写真をパッと出てきました。これは今度はこれ中国じゃないですよね。これは日本です。うん、これは小川さんの、はい、なんか活動の一つの、そうです、サークルに入っていて、うん、あの GBC っていう政協学生委員会の野球部があって、それに所属していました。GBC って何の略？政協学生委員会で学、うん、あの学位ベースボールクラブ、うん、へー、GBC、はい、そこに入っていて、はい、ちなみにポジションは？ファーストでした。いいね、なんかということは強打者だね。いや左利きなんで。なるほどなるほど。ファーストやってました。左利きでファーストってね。これは、活動としてはどんな風な活動なんですか？その GBC か、はい、GBC、GBC としてはどんな活動をこうやってるの？普段は、うん、あの思い立った時にあのどっか球場借りて練習して、はいはいはい、で早起き野球大会っていう大会があるんですけど、うん、それにあの申請して出場しています。早起き野球大会、はい、僕には全然その縁のない世界だと思うんですけどちなみに何時ぐらいから試合開始なんですか？4時集合で、はい、4時半集合で5時半プレーボールです。4時半集合、はい、5時半プレーボール、はい、遅れてくるやつとかいるでしょ？あの寝坊はいますよ。あのね、これ学生としてはさ、こういうのってのはあんまり好まれなくない？朝そんな4時半集合とかさ。そう、ただあの学生で参加しているグループって少なくて、うんうん、団体って少なくて、あの社会人の方が参加してるんで、うん、7時半に終わってそのまま会社にみんなで行くっていう。好きな人がやるんだね。でもね、大学さんでいるっていう。へー、たまにメンバー来なくて試合にならなかったとかないですか？9人しか集まんなくてこれデッドボールで退場になったら終わるぞっていうのが一回ありました。ライトをさ、他のチームから借りてくる。あ、これは栃尾の油揚げ。これ道の駅ですか？これはあの新大祭で、うん、あの学科で、あの学習社会ネットワーク課程で、あのなんかやりたい人だけでなんかやった、やあのなんか店出そうぜってことで、うん、栃尾市から、うん、仕入れて作りました。へえ、これはどんな形で売ったんですか？これは、うん、ただ仕入れて売っただけ？焼いたりとかさ。あ、そうです。焼いたりとかして、うん、中にあの肉詰めして、おオリジナルの栃尾油揚げを作って。さすが飲んでるだけのことあるね。どう、売れました？あ、売れました。僕の友達が、いろいろ企画とかやってたんですけど、うん、やっぱ綿密に練って、仕入れ値とかもすごい値切ってたんで。もう栃尾の人たち泣いてるね。まあ、これもあの栃尾市の、 あの公認なんで、うん、栃尾市の市役所からその栃尾油揚げ旗借りて、このちょうど写真、はい、すごいね。なんかほとんどイベンターとかさ、プロモーターみたいな感じ。本当頑張ってます。すごいね。次の写真です。ドッダッ、これがあの、あ、そうですね、集合写真で、うん、これが、何の時の集合写真？あ、これがあの最後、新大祭出して2日目の夜、うん、みんなで売ったぜ的な、はい、これから飲むぜっていう顔してる、うん、これがそのさっきの学習社会ネットワークの皆さんで、あの僕が着てるのがその学習社会ネットワーク課程 T シャツを、おっ、そんな学科で T シャツなんか作っちゃったりなんかして、あのこれ売り出すために T シャツ作ろうぜ。なるほどなるほど、はい、もうそれも売り上げでペイできちゃう。あっさりペイできちゃうっていうね。いや儲けてまんな。でも楽しそうですね。こういうあの課でさ、こんな大学のあれで出すっていうのはあんまり僕は経験ないな、うん、サークルとかは結構ね、はい、模擬店なんか出したりするっていうのはありますけど、うん、学科で出すっていうのは結構多いの？学、そう、あ、他はあんまりないかもしれないですね。やっぱりネットだからこそっていうのは、うん、学習社会ネットワークっていうのは一学年どれぐらいの人数いられるんですか？一学年45人ですね。そうするとあれだね、なんか高校のさ、あのクラスの集まりみたいな感じで、はい、非常にそのコンパクトでね、なおかつそのアットホームな学科ということでございますね。いいね、学習社会ネットワーク、はい、ね。でもそこを受験しようと思ったのは何でですか？僕出身が千葉県なんですけど。
なるほど、千葉のどちら側、はい、千葉の茂原市っていう、はい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 、ちょうどあのゆうこりんと一緒のコリン星ではないんですけど、真ん中にあるんで、茂原市の中にコリン星があるんだよね、はい、ね、あの生産地だけコリン星だってことですね、ど真ん中、うん、千葉のど真ん中ですね、うん、でそっから来たんですけど、うん、最初千葉大を目指していたんですけど、うん、落ちてしまって、うん、あのちょうど、専門内容が学習社会ネットワークと似てたので、あーはーはー、新潟行ってみようかなと。なるほど、どうでした、はい、新潟での生活は。新潟での生活は、うん、雪がやっぱ衝撃的でしたねそうだよね、千葉降らない、降らないもんね、はい、そうだよね、もう我々なんてもう、うん、どっちかというと暖かいところですもんね。そうですね、ねえ、はい、ああ、それで新潟へ来て、で中国に、まあ、1年半逃げて、はい、それで今に至ると、はい、うん、でもどうですか、新潟を離れるということになって、もうこの3月でね離れると思うんですけど、はい、どうですか新潟、なんかこう第二のふるさととかならない？思います、すごいやっぱり帰ってきたいなと思いますし、うん、そうそう、はい、ね、大学近辺だってさ、もう自分の庭みたいなもんじゃない、ね、いろんなところをマーキングしたりして特にね来た時はビーフリーで、そっかそっか、それじゃあこれから就職をした時には千葉の方に戻られるっていう形になるのかな。全国転勤なので最初の2ヶ月はあの東京で研修をして、うんうん、その後は沖縄から北海道まで全部どこに行くかわからない。わからない、はい、へえ。ちなみにお仕事としてはですね、どんなお仕事関係なんでございましょうかね。僕は、証券会社に勤めてきました。来ました来ました、証券会社ですよこれからね、アベノミクスでバッとこうね、NISA も始まりましたし、ね、NISA も始まりますし、ね、皆さん、証券のことは小川さんに。ぜひお願いします。ぜひぜひ。ね。さあ、それじゃあ次の写真ですが、はい、これはまた、なんか、みんなで踊ってますけど、これは、はい、これは、ジョイフリーっていうサークルがありまして。はいはいはい、出ましたね、図書館サークル、ジョイフリー。はい。はい、あ、それの前身のサークルで、公認された前の、図書館に公認された前の、前の活動。ジョイフリー、はい、活動で。そうすると、学生同士のイベントを企画して運営するっていう時の時代ですな。はい、そうです。はいはいはい。その時の作、時の、その新入生歓迎イベントの一つ、三つあるうちの一つの、はい。新入生歓迎でみんなでこうやって踊って。はい。ミュージックアワーって言って、うん、何ですか、音楽サークルを呼んだりとか、いろいろサークルを呼んで紹介して、新入生がどのサークルに入りたいかっていうサークル紹介の場ですね。あ、なるほど、はい、じゃあこの踊ってるのは新潟総踊りかなんかに出てる、はい、新部の方たちがちょうど踊ってる時の。なるほどなるほど、こういう企画いいですね。うん、でその前身の時から、はい、ジョイフリーに関わってこられて、はい、やっぱりこういうイベントを。そうですね、やっぱ新入生歓迎イベントをしてました。ああ、いいですね、はい、これがこれまたすごいね、人数多いの。3つのうちの2つ目なんですけど、うん、これがドッジボール大会をして、新入生歓迎、はいはい、で在校生と新入生と、うん、みんなで仲良くドッジボールやろうぜってことで。ああ、でもドッジボールって仲悪い感じするねなんかさ、でもやっぱチームの結束がすごい、あ、これでかきっかけで知り合っていまだに仲良くしてるみたいな話を聞くんで。いいね、そういうのね、はい、これは寝台の体育館。これ寝台の体育館です。結構燃えたでしょう。そうですね、すごい燃えてましたね、決勝とかみんなで応援して。ああ、いいですね、一体感だね。一体感すごい楽しかったです。でこの後あれでしょ、当然夜はまた、夜は企画してた人たちで。あ、そうなんだ、みんなで行きゃいいのに。ああ、やっぱ未成年そうですよね、そこはしっかりと区別して、はい、ね、未成年は飲んではいけませんね。ジョイフリーにも関わってそう、ジョイフリーはね、絶対その後しないですからね。未成年なんで。そうです、未成年には飲ませない。ね、勝手に飲むなし。はい、じゃあ次の写真お願いします。これは今度、ゴーフェスっていう、これ3つ目なんですけど、うん、ジョイフリーの活動の中の新入生歓迎の3つ目、最後なんですけど、うん、新入生を呼んで、先輩たちがどんな大学生活を送ってきたかっていうのを、なるほどなるほど、なんか先輩を呼んで、うん、紹介していくっていう。へえ、紹介していく、はい、活動の時には必ず禁煙ってこうなってこれもいいね、これも新入生にしてみるとものすごくこれ頼りになりますよね。
参加者多いでしょ、そういう企画だと。そうですね、まあ、この時はちょっと少なかったんですけど、やっぱ、うん、去年とかもすごい多かったみたいなんで、うん、やっぱいろんな大学生活があるんだなって知れるのはすごい大きいのかな。そうですよね、やっぱり自分の学科だけじゃなくて、いろんなところの勉強とかいろんなのが、それによってさ、やっぱり学校生活自体がよく理解できて、うん、ね、楽しい明るい学校生活を送れそうですもんね。幅広がるのかなって思いますね。ね、あのドッジボールなんかで親睦深めてさ、またこういうのでちゃんときちっとね、はい、学校のことが伝わるとね、すごくいい活動してるんだね。ありがとうございます。 ね、で、その後はビフリーで。そうですね、やっぱりお疲れ様ってことで3回目だったらすごい盛り上がりましたね。そうですね。はい、次のお写真でございます。ドン出てきました。これは今度真面目にあれですな、卒業。これなんかすごいドレスアップしてるから卒業式。卒業式です。あ、なるほど。僕あの留学行ってたので、うんうん、同期が去年卒業式だったんで、はい、一緒に参加させてもらって、うんうん、ああ、そっかそっか、はい、みんな一足先に社会人になって。そうですね、うん、ちょっとなんか寂しい感じした。そうですね、やっぱちょっと寂しかったは寂しかったですね、うん、すごく。今は全然寂しくないですね、うん、後輩とかいっぱいいて。そうだよね、はい、で、今年は自分もこの中に入ると。そうですね、いうことですね。おめでとうございます。ありがとうございます。もうあと残すとこわずかですが、はい、はい、じゃあ次の写真出すと、バッ、これは1月の21日に卒業論文提出だったので来ましたね。提出してきました。はあ、おめでとうございます。もうこれで、あと口頭諮問だけ、発表が僕のゼミにはないので、うん、もう本当に、ま、終わりました。あ、これ出して完了、はい、完了です。あ、これでもう無事卒業が決定ということで、はい、新潟大学の卒業式はいつでしょう。新潟大学は3月の20何日4日ぐらいだったと思いますね。時メッセ、時メッセ、はい、いいですね。そんな小川さんがですね、もうこれから社会人になるわけでございますが、はい、まず2つちょっとお話を聞きたいのは、はい、1つはこれから就職活動にね取り組まれる、はい、まあ、3年生の学生さんなんかに対する、戸田さんのアドバイス、はい、うん、それからあともう1つは自分がこんな社会人になりたいな的な話をですね、はい、ちょっとお聞きできればと思うんですが、よろしくお願いします。はい。恥ずかしいですね。アドバイスとしては、やっぱり、いろいろ緊張したりとか、面接とか落ちて大変な時もあると思いますが、就活中にいろんな新しい友達と東京とかで知り合ったんで、その人たちと、新しく仲良くなりながら、辛いことばっかりじゃなくて、楽しいことをいろいろ探しながら、楽しみながら就活したらいいと思います。なるほど。こんな社会人としての生活を送りたいなっていうのを。はい。まずは、やっぱり、さっきも言ってたんですけど、うん、健康第一で行きたいなって思うのと、あとは、僕、いろいろ中国とか韓国とか行ってたので、はい、いろいろ海外とかにもたくさん行って、うん、その中で、やっぱ、他の国籍の方とかとも、いろいろ仕事ができたらいいなって考えています。うん、なるほどね。やっぱりそうですよね、海外に行っていろんなその違った文化と触れ合ったりすることで考え方もね、やっぱ変わりますよね。すごいですね、やっぱ、うん、いろんな国によって全然考え方が違ったりするので、うん、そういうのはすごい楽しいです、ね、うん、ということで、あと残り少ない学生生活ですが、あと残りどうやって過ごします、卒業まで。あとは、うん、やっぱり旅行にたくさん行こうかなって思っています。この2ヶ月ぐらいの間にね、はい、今のところなんか計画しているところありますか。今のところは仙台と、うん、あとは京都に行こうかな。いいですね、北と今度西と、はい、仙台に目的は、友達が仙台に今、うん、銀行に勤めてるんで、うんうん、そいつに牛タンおごってもらおうかな。じゃあ京都の方へは。京都は彼女と行くんですけど、最後転勤になってしまうので、うん、その前に旅行に行こうかなって考えてます。こうなんかしっぽりと、その話もっと掘れやよかったな。ね、それじゃあ、次週来ていただける友達の方、はい、ご紹介いただければと思うんですが、はいはい、僕の学習社会ネットワーク課程の後輩の長岡くんという、はい、長岡くん男の子。男の子、はい、僕のゼミの後輩でして、いろいろ彼も活動しているので、おすごい楽しみですね、はい。それじゃあ来週またお会いしましょう。さよなら。さよなら。黄色く光るお月様、君に微笑んでる。